石川テレビでは皆様からの声を募集しています。平井ちゃんお願いします。はい、今日もお伝えしていきます。まずは赤ママさんからです。石川総合スポーツセンターですが、まだまだ避難者には必要なことが多いと感じました。支援に入っている DMAT が2月10日で完全撤退が決まっているんですが、撤退した後が心配です。若い方は 1.5 次避難所からの退社が決まっていますが、高齢者の方の多くは退所は決まっていません。熊本地震でも 1.5 次避難所が設営されて、そこが解消されたのは半年後だったそうです。石川県ではまだ1ヶ月、この先も続く支援が必要だと感じています。この継続した支援ですよね。そうですね、ここからどこに、ね、避難されるのかというところと、まあ、あと DMAT の本当皆さん、毎日本当にお疲れ様です。またね、ちょっと引き継ぎの作業もあると思いますので、能登地方の皆さんのこうストレスになったりこう不安にならないような、ね、引き継ぎの作業をお願いいたします。はい、一度で終わらないサポートというのが必要です。では応援メッセージなども届いています。キュートリ X さんからです。今いろいろなところが営業していなかったりしていますが、今後また営業し活気が出るといいです。うん、そうですね、いつか必ず元通りになりますから、元通りになることを信じてください。うん、応援していますといただいています。うん、時間はかかるかと思いますけれども、うん、まあ、ちょっとずつ断水も解消されて復帰したお店とかもちょこちょこっと出てきているの で、ね、私たちも番組としてね、うん、ちょっとこう応援していきたいなと思います。はい、そうですね、その気持ちでいっぱいです。さて、皆さんからの声は引き続き番組内でお伝えしていきます。番組を通して伝えたいこと、応援のメッセージも募集しています。右上の QR コードから、または石川テレビのホームページ、石川さんアプリのそばにいる伝言板からお送りください。被災地の一日でも早い復旧、復興を目指して私たちにできる支援の形は様々です。ここから石川そして能登に元気を届ける応援メッセージをご紹介します。今日は金沢の人気飲食店イタルの皆さんからのメッセージです。酒と人情料理イタルの石室です。うちの店は北陸の美味しいお魚、そしてお酒、特に能登のお魚、能登のお酒を大事にお客様に提供しているお店です。能登の皆さん、大変な思いをされていると思います。自分たちのできること、手を差し伸べれることを、これからも長いスパンで能登に向かってしていきたいと思います。従業員、スタッフ、そしてお客様、全国が来るお客様もみんなみんな能登の応援団です。能登を元気に、みんなで一丸となって頑張ります。大好きな能登のために、今僕たちができること、それを考えて行動し支援していきます。誰は食で石川を元気に。いや、市内でも屈指のこう有名店のイタルさんだと思いますので、支援というのは心強いですよね。平井ちゃんは中継でお邪魔しましたよね。そうなんですよ。で、そのチャリティーお訪問巻き、もともと200本作る予定だったんですが、予約いただいたの最終的に400本、倍になったわけですか。倍だったんだそうで、本当に皆さんの気持ちと、あとスタッフの皆さんの思いっていうのがしっかり届いたと思っています。それだけこう好意がこう集まったということなんですね。本当ですね。もうイタルさんもずっと一時こう気持ちを込めて働いたんでしょうね。さあ、このようにリフレッシュでは皆様からの応援メッセージとお写真を募集しています。メッセージを写したお写真だけでも構いません。画面の QR コードから石川テレビのホームページ、もしくは石川さんアプリのそばにいる伝言板からお送りください。さあ、それでは番組に寄せられた声紹介していきます。平井ちゃんお願いします。はい、まずはてんてこまいこさんからです。ありがとうございます。お友達が玉泉院丸庭園の玉泉庵で働いています。うん、最近はめっきり観光客の方は減ってきたみたいなんですが、たまに第二避難所として輪島から金沢にいらしているご夫婦が来るようなんです。お抹茶と和菓子で少しでもほっこりしていただけるといいですね、と。確かにこう心がリラックスして
ックスできる時間ちょっとでも作ってほしいですね。本当ですね。今ちょっと雪が残っていたりっていう兼六園、そして玉泉インマル庭園、本当にね素晴らしい景色ですもんね。なんか本当観光客が減ってもそれで輪島の方が金沢市内巡ってくださるっていう、それは私たち心を勇気づけられますからね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではエリさんメッセージお願いします。はい、とわパパさん、ごめんなさい、とわババさんでした、ごめんなさい、はい、はい、七尾へとついてから36年間過ごしました。現在は金沢に転居して9年目ですが、勝手知ったる代理の故郷の映像に胸が痛みます。被災している友人知人たちに思いを寄せ、再会できる日を楽しみにしています。心から応援していますと。なるほど、やはり、まあ、七尾ということですけど、能登にゆかりのある方は ね、 そうですね、こう思うところも人一倍ですよね。本当ですよね、本当にそのように思いますし、私たちも本当にできることしていきたいなって思います ね、 本当ですね。素敵なお便り皆さんありがとうございます。ありがとうございました。